はい、どうも、タルコフ解説系実況者のグリーンピースです。というわけで、スカーレットバイオレットルーレット実況を次からねプレイしていきたいと思います。前回ようやっとディアちゃんですね、格闘のねダンを倒したということで、今回はもうねダンと、ヌッシンとジムリーダーで、ね、もう全部倒し終わったので、で残るはネモ、マジボス、ペパの3人を倒してくださいということなので、今回はね、このね、3人をね、ボコボコにしていこうかなと思います。結構ね、前回の動画ね、レベル上がってるので、いけるんじゃないかなとは思っております。で、ちょっと、行く順番ですけど、まずペパ行って、マジボス行って、チャンピオンの方のネモの方にね、行こうかなと思いますんで、まずはね、ペパのとこ行きたいと思います。で、ペパーとね、戦いたいんですけど、今ね、ちょっとね、ふと見てびっくりしたんですけど、めっちゃ死んでますね。これ、ジム戦後すぐですね。まあいいでしょう。とりあえず一旦、まあ行きましょう。これは。行って、まあ死んだらその時ですわ。あ、ここですね。まず、ペパーのとこ行きましょう。今、てか、レベル上げてるのが、羽物、ドブサライ、ポントーの3体なんだけど、その3体が今もう、ほぼ死んでる、麻痺ってるってもう終わってるんで、まあ多分負けますけど、行きましょう。かかってこいや。よっしゃ、グリベル。はい、よし、マフィティフの準備はいいか、覚悟はいいか。俺はできてる。マフィティフと、そういえばそうか、マフィティフこの間も死にかけてたんだったな、1年前くらいですけど。まあお前が不安な気持ちもわかるけどよ、こいつ病み上がりやつ思いのほど元気ハッスルちゃんでさ、グリピと戦わせろ戦わせろってギャンギャン泣くんだぜ。ペパーと前一回戦ってるから多分ここ読んでるだろうな。でももう一回読みます。そういや、もともと勝負が大好きだったんだよな。生徒会長には負けるけど、まああれな、生徒会長ってネモのことだな。てなわけで心配ご無用。スパイスで生まれ変わった神聖俺たちの味わい、たーんとご賞味あれだぜ。さあ行こうか。約1年ぶりのね、ペパーとの戦闘になります。そうだったな、一番最初すれば欲張りさだったね。スパイス巡りで出会ったポケモンオールスターズだぜ。オールスターズだぜ。跳ね物のプレッシャー。さあそれでは行きましょう。まあ一度戦っているのでハイパー車は分かるはず。あ、やべえ、もうすぐ回しちゃった。ポケモン入れ替えるとか何も考えてなかった。はい、一発目、鉄壁。これまずいですね。殺される可能性が。あ、待って、全回復してる。あ、そうか、ジムリーダー戦と同じ扱いだからこれ、回復してんだ。ありがとねー。これは負けません。勝ちました。効くわけがない、物理技が。鉄壁1積んでる。鉄壁積んだアーマーガーに、物理技。は、肩払痛い。さあ、2番、乗り口ですね。死んでください。あーでもあんまり効かねえな。いやはや、てか鉄壁もう1積みくらいしたくない。もう鉄壁もう1積みして4段階防御上がったらもう壁よ、羽物は。もう鉄筋コンクリート。さあもう一撃取り口ですね。まあまあこれで落とせないけど、まあ一発、もう一発なんか打てれば落ちますね。ふん、打点がないと見える。てかポケモン入れ替えるよ、楽しいよな。絶対こいつに効くやついるだろう。もうちょっと、あ、いねえわ、一人もいない。やっぱノーマルタイプっていろいろ万能なんだな。鋼の翼ですね。まあこれで落ちるでしょう。はいよ。てかなんならもう6盾するで。6盾相手が炎タイプ使ってきたら死ぬけど。さあ、おいしいです。スコビランってめっちゃ炎タイプじゃない。いや、スコビランに対してわかんないよ、そんなの。もうわかんないから、とりあえず跳ね物でいきます。でもスコビランでなんか特殊技打ってくるようなイメージあるんだけどな。なんか放射とか打ってこなかったっけ。飛行が効くのか。飛行効くならこのままでいこうか。鈍い位置で弾けるし、まあ、弾けないけど基本的に俺は。ちょっとレベル上げすぎちゃったかもな、反省かもしれません。はい、鉄壁カチコチです。さあ4段階、もうあと1上げたら。 ありがとうございます。ありがとうございます。あー怖い、死んじゃうかもしれない。大文字は死ぬかも。来て、ブレ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 、止まれ止まれ、よし、これはいったでしょう。ただ敵の HP がでかいからこっちの反動も多分結構食らうはず。これはうーん痛いね。まあまあまあ、でもまあ全然許容範囲です。さあ巨人音、巨人音ってマジ何タイプなの、クソでかいやつ、あの進撃の巨人は。まあ、ちょっととりあえずそのまま行きましょう。なんかし、なんとかしようみたいなやつしてくるよね。あー、鋼が効くのか。あ、ポントーだな。これポントーに変えましょう。当たるんかい。まあ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 。なんで急所やねん。急所でこんくらいしか効くから食らわないの。まあ、今一つとはいえ。クソ余裕じゃねえかよ。まあまあ、ドラクロ以外ならということで穴を掘るですね。まあ、落ちるでしょ、穴を掘るなら。威力90とかでね、穴を掘るって確か。ブレ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 、よーし。はい、効かない。巨人音こうやって見ると意外とスタイルいいな、こいつ。手長、足長だ。落ちんのかい。あ、やめて。まあ、大丈夫だと思うけど。
大丈夫であるが、やめて。なんでお前自信覚えてんの？てか、なんで俺のさ、ガブは自信覚えないの？これ、型の問題？こいつ、地ならし型？カスだよね、正直。また穴掘っとる。自信覚えてほしいんだけど、俺のガブ。なんで覚えないの？はい、穴掘る。てか、ちょっと。え、ステロってさ、巨人死んだ後まだある？消えてる？これ残るの？どういう感じ？仕様がわからん。めっちゃ経験値うまい。陸クラゲ。陸クラゲは多分草タイプなので、これはドブサラ行きましょう。陸クラゲってあれだよね。緑色のドッグクラゲだよね。あの火星人襲来みたいなやつ。だよね、こいつだよね。おそらくこいつは、あー、ちゃんとステロだな。残るんか？うざ。あ、いつまでダイモンズ覚えたっけ？はい、フレアソングですね、どっちにしろ。これ落ちるんじゃないかな、フレアソングで。お前のが足早いんかい。めちゃ足早いこいつ。まあ、というかあれか、ドブサレの足が遅いんか。よし、トッコ1。ちょっとこれ痛いっすね。パルシェン水タイプだな。てか水技打ってくるってことは、ちょっとこれ一旦羽物挟んでいい。パルシェンって何タイプ？水鋼とか。ステロさ痛いんだけど、やめてこれな。これちょ、地味ずっと食らってる。あー、そういう感じか。ちょ、とりあえずまあどれでも何とも言えないから、とりあえず跳ね物でいきますか。でも普通になんか特殊技飛んでくる気がするんだよな。これは4番ですね、ブレバです。落ちんだろうな。だよね、食らってねえな。うーん、ちょっと微妙かも。あー、これはやばいかも。大丈夫。うわー、これちょっと待って、打点がわからん。パルシェン、この裏にいるのが、あ、この後マフィティフか。マフィティフにパルシェンさ、なんとかさ、この下のさ詐欺師たちで落とせないかな。ちょっと一回詐欺師に変えようか。この上のレベル上げてる3人衆、ガブとアーマーガーと、なんだっけあいつ、あのワニ、チャンネルワニはちょっと残しておきたい、最後まで。いや、これ死ぬんじゃない？危な。とりあえずちょっとずつ与えていこう、死んでもいいから。さあ、1番ナイトバーストですね。特殊はどうなのこいつ。あ、特防低いわ、パルシェン。そういうことね。まあ、明らかに物理に硬そうだったしな。まあ、しかも詐欺師は多分ある程度特攻が高いはず。とりあえずマフィティフそのまま行きましょうか。ゾロアークなら確実に上から一発殴れるはずなんで。タイプ相性わかんないですけど。威嚇。ゴミ。トンボ狩り撃ちたいですね、これは。トンボ狩り撃てなかったら、まあ、もう生贄です、詐欺師は。死んだらその時だわ。え、もうちょい、もうちょい。あ、無理か。ナイトバーストですね。あ、そうか、そうでした。ちょっとペッパー目が座ってるね。テラスタルとかありましたね、このゲーム。何タイプテラスタルなんだろう。何それ。これ何。これ何タイプ、この、何このドンパッチタイプ、何これ。あ、全然食らってない。あ、痛い。このテラスタル何、このタイプドンパッチは。となると、ノーマルにノーマルって聞くっけ？もうわからん。全然。俺さ、デブ出してさ、眠らせればロンでしょ。そうだった。まだステロある。な、どんだけある？足つぼマッサージャー。さあ、これは1番ですね。ステミタックルです。待って、悪タイプって聞くくない？あ、これ悪タイプのテラスか、もしかして。悪そうな顔してるし。さあ、威嚇を消せ、威嚇を。サイドデブは1週間風呂入ってません。どうせデブ次死ぬな。あ、ちょっとそのまま一旦行ってみようか。もしかしたらなんかようわけわからんで言ってくるかもしれんし。まあでもまあさすがにこの試合は当てますね。これは。あ、フラグじゃないですよ。まあこれで、デブも落ちたので、まあ、まあ、誘致を出すのはちょっと論外として、まあ、羽物ポントでいけるでしょ、さすがにレベル差的にも。ポントでいけるだろ。いや、結構レベル上げたの強えな、敵。結構強えんだけど。何こいつら。まあ、ポントならまあ、まあ上取ってるはず。ステロクソうざいんだけど、マジ。俺、巨人王のこと今からもう直接殺しに行くわ、あいつ。俺のピッケルでボコボコにするわ。1番、穴を掘るですね。いや、これで落ちてほしいな。はい！はい！はい！いらっしゃい！ペーパー、討伐完了。さらばだ。そまっ、めっちゃ噛んだ。決め台詞言おうと思ったらめっちゃ噛んだ。そなたもまた友であったって言おうと思ったのに。マフィティフ惜しかった。グリピ、ありがとう。12,600円。ガキ同士でやっていい金のやり取りじゃないぞ、これ。友情が崩れるお金の額だぞ、今のは。
クソ、これが主ポケモンを倒しまくれる実力か。お前も結構手伝ってくれてたけどな。つうか、お前の付き添いが俺だけだとやっぱ心もとないな。エリアゼロのポケモン強いし、わけわからん装置はいっぱいある。あ、それで多分マジボスとかネモも連れてかなきゃいけないんだ。せめてあと二人くらいチャンピオンランクの強いやつと。何チャンピオンランクって。何チャンピオンランクなんてこと、単語あったっけ？俺が忘れてるだけ1年前だから。ネモだけじゃないの、チャンピオンランクって。え、ペパーもチャンピオンランクなの？あ、チャンピオンランクの強いやつと、機械に強いやつか。だからチャンピオンランクの強いやつがネモで、機械に強いやつが多分マジボス、カッコ、ボタンだ。ネモ？ネモ？生徒会長か。確かに敵んだけど、お前がチャンピオンになるまで、テコでも動かなそうだよな。俺、チャンポンになんなきゃいけないの、テレビチャンポンに。ま、メンズが揃ったらまた連絡取り合おうぜ。仲間になりそうなやついたら声かけといてくれよな。ちょ、俺もテレビチャンピオンじゃ頑張ってなるわ。まずとりあえず、魚くんと魚クイズに挑んでくるわ。レジェンドルート。クリア！イエス！俺が多分、なんか、レジェンドルートと、あと2つのルート忘れちゃったけど、多分チャンピオンルートとかと、多分スターバーストストリームルートとかがあると思うんだよ、多分。で、これでレジェンドが終わりだと。となると、次は、HP が全回復しているだと。なんてことだ。しかもさらっと羽物レベル上がってる。じゃあ、これでじゃあ次は、マジバースに行きましょうか。マジボスことカシオペアことボタンですね。てか、あそこで、ネモをボタンって言ってる時点で、もうボタンがマジボスって言ってるようなもんじゃないか、選択肢ある時点で。俺は一番最初にネルケがマジボスだと思ってた愚かな人間です。あいつの本当の名前なんだっけ、ネルケじゃなくて、校長の名前がわかんなくなっちゃった。え、でもさ、なんかさ、夜来いとか言われてなかったっけ？まあ、クソ昼なんだけど。ここだね。いた。校長、まあ、生徒の前でその格好していいのかよ。クソ時間かかりそう、あとこれ。カツラかな？よ、グリピー。そういえば、編集者さんに言われたんですけど、このネルケの、はいっていう声が、1年前と、1年間間が空いてるんで、ちょっと声が違うらしいです。ちょっと比較して聞いてみてください、昔のやつとね。よ、グリピー。ここはちょっと乗っといてやろう。ネルケ。俺も声変わっちまった。そうだ、今の俺はネルケ。いや、お芝居そろそろ閉幕だな。ちょ、校長名前忘れたから校長名前教えてくれ。今こそグリピーに俺の正体を明かそうじゃないか。はあ、今まで身分を偽っていてすいません。実はネルケはオレンジアカデミー校長。クラベルだったんです。そう、クラベル、そんな名前でしたね。これは、ちょっと乗っといてやろう。なんだって。完璧な変装です。さぞや驚いたことでしょう。しかし驚くべき事実はまだ残っています。私こそがスターダムマジボス、カシオペアだったのです。本当に？え、本当に？本当に？え、俺が当たってる？いや、絶対ボタンじゃん。嘘つけって、お前。うまくやってとか言ってくる。さあ、グリピさん、マジボスである私と。そういうことか。ボタンをかばってるのか、貴様。最後の決闘始めましょう。え、マジ？ボティンは、ボティン。校長のクラベルが勝負仕掛けてか。急に来た。やれ、ユータン。何この葉っぱ。ダメでしょ、これ。これ、ウィー持ってるけど大丈夫？これ、ウィー持ってるよ、明らかに。私こそがスターなのカシオペア。さあ、大作戦終わらせましょう。まあ、ちょ、まあ、ちょっと、俺の予想してた展開とだいぶ違いますが、まあ、いいでしょう、やりましょう。さあ、行きましょうか。やれ、ユーピン。こいつは多分戦ったことがあるはず。大会賞は？この女戦闘。詐欺師だ。俺は詐欺師の出番で。行け。え、待って、リフレクターってなんだっけ？あ、物理に強くなるのね。じゃあ、ナイトバース打てば大丈夫。ナイトバース引けよ、1番。何この BGM？ めっちゃかっこいいんだけど、急に。って言ってたら引けちゃいましたね。これ1番です、2番じゃなくて。ナイトバースト。くたばれ、売人が。レベルが足らないよ。ああ、やめて。やめて。めっちゃ変なことするやん、お前。ちょっと、なんでもええわ。なんでもええから、これ、ちょっと。これ、やば、これまた1引けるくない？引いて。辻斬りですか。じゃあ急所だ。じゃあ急所。急所いけ。あはははほほほ。これはねデブしようかな。さあデブで3番あくび以外が引ければまあ大丈夫でしょう。これやばくない？ワンちゃん大丈夫か。ちょっと捨て身、わざわざ捨て身タックル引かなくてもいいじゃないの。いいじゃないの。ダメよ。久々に言いましたね、こんな。え、雪、ああ、雪の王なら、ドブさらいですね。ドブさらいで、シャドーボーイが引けたら、まあ、ワンパンで落ちるでしょ。雪の王なら。いや、絶対クラベルマジボスじゃないから、もう、ちゃちゃっと倒すよ。2番ですな。フレアソングです。え、俺雪の王と戦うことないの？明らかに氷タイプ。いないやろ、これで。オッケー。さあ、特攻もう1段階。経験値うめえな。です。いや、多分、ゴーストタイプ。シャドウを打てれば落ちる。そのまま行きましょう。何ポットですって。多分、絶対そういうタイプだと思った。はい、明らかにゴーストです。これは、シャドボ引ければ、ロン。あ、俺戦ったことあるし。いつ戦ったんだ。全然知らねえ。あ、引けないね。ただ、特殊が、特攻1段階上がってる大文字。当てればかなり痛いはず。あとちょっとじゃん！あ、これ痛い、やめて！うー
択をミスりましたね、これは。なんでドブサレを出したんでしょうか。ドブサレ、ただでさえ足遅いのに。おし、オッケー、フレアソング。いやー、フレアソングな、もう一段階上がってたらな、ダイモンズで一発落としポット落とせたと思うんだけどな。まあまあ、これでとりあえずポットですわ。オッケー。これで今3体倒した。半分倒したか。真の魔女ボスに会うまで俺は、ここで倒れるわけにはいかない。うわ、ヘルガーって、ヘルガー絶対足早いし。で、あいつは、火炎放射撃ってくるのを俺は知ってる。うわ、ヘルガー。羽物は絶対やばい。羽物は鋼だから絶対に良くない。本当だな。本当行こう。ヘルガーって何タイプ？多分炎タイプだよね、ヘルガーって。炎に地面って抜群じゃないっけ。で、さすがにヘルガー足が速そうとはいえ、これ 4K リレーのヘルガーってどう見てもこれ3層化をしてるんですけど、とはいえ、砂地獄で、オッケー、抜群、落ちますね。落ちないかな。うわ、強っ。はい、こっちはアンカーでした。ヘルガー完全に3層顔だよな。1層または3層。2層と4層顔ではない。確実にカーブを攻める顔してた。え、次、モロバレルってめっちゃ名前聞いたことあるけど、ちょっとわかんないからそのまま行きましょう。モロバレルってさ、多分さ、BW くらいから出てくるやつだよね。あー、お前か。やっぱ BW だ。あれだ、玉毛竹の進化系だ。こいつ何タイプ？キノコタイプ。まあ割とどれでもまあ効果はある。もう一回砂地獄ですね。まあまあでもこれで、この後しばらくスリップダメージとか追加ダメージ入るんで。あー、痛いね、それ。痛いが、多分この分は砂地獄で今後相殺できるはずだね。よし、 OK。 さあ、正直砂地獄一番この中で威力低いんで、他のやつ引ければ落ちると思うんだけどな。これまた砂地獄や。大好きやん。何それ。あー、これ寝るわ。これ寝た。これやばいんだよ、キノコの放射。あくびと違って、マジで一撃で睡眠なのね。これやばいです。あ、めっちゃ効くやん、ドブサライ。ドブサライの方が足速くて、いや、微妙。レベルこっちの方が上だから、ドブサライの足速いと思うんだけどな。あー、これやばい。だって今、今せっかくルーレット回したのに、ちょっと今ルーレット技打てると思ってからルーレット回したけど、打てなかったんでもう一回回します。2人寝とるってもう終わっとるやん。もうデブ出すか。羽物はちょっと最後に取っておきたい気がする。で、これと炎タイプが出てきたら終わりよ。まあ、賞味あくび以外ならどれでも落ちると思うけどな、これなら。穴を掘るですな。あ、デブの足早いし。そう思うと、ドブサライ相当足遅いな。ドブサライのポケモンの名前が全然出てこないけど、あいつなんだっけ、ホゲータなの覚えてんだけど。あ、ラウドボーンだ、ラウドボーン。ベーニバル全然知らん。何それ。で、そのまま。このカシオペアが押されていますか。メガネ食い。何、ウェーニバルって。あれか、クワスの最終進化か。クワス、うわ、全然戦ってないから、全くは。まあ、水タイプだよ。水タイプが、草タイプくらいしか抜群取れてるのが知らない。他はわからん。まあ、とりあえずデブでいきましょう。ウェーニバル。あ、カーニバルか。だからこの踊ってんのか。2番ですね。大地の力。まあ、さすがに相手の方がしゃいんじゃない。あー、でもそうか、テラスか。何タイプかな。普通にそのまま水タイプテラスかな。あ、水ですね。そのまんまですね、タイプは。いやー、効く。格闘は効く。なんか、でも激流消えたわ。ラッキー。待って、鋼に格闘って聞いたっけ。とりあえず、羽物行こうか。でも、瓦割りってことは、どうなんだろう。物理が基本なのかな。あ、ね、物理が基本だったら、羽物なら絶対倒せるんだけど。やばいんだよな。詐欺師とポントが寝てるのがやばい、さらっと。さあ、ドリクチですね。これ、ラストだからテラ、いや、テラス切らなくていい。怪我をしないよ。離れていなさい。何するの？やめてくれ！ちょっと、頼む！頼む！何それ？何それ？痛い。ついよ、急所かよ、しかも。うわ、マジで貴重いんですけど。いや、これちょっとやばくないか。でも、急所であれだろ、急所じゃなかったら落ちんはず。え、別だって、しかも相手の特性、いや、てか、何アクアステップって確定急所じゃないよね。確定急所あれだもんね。マスカーニャのあれだもんね。なんとかフラワーみたいなやつだもんね。で、このまま行かせてもらいます。さすがに、もう一発飛んできても落ちんと思う。うわ、これテラス切っていいかもな。ブレバー、聞け。よし、オッケー。いや、ブレバーならテラスいらんな、多分。いや、しとこうか。しとこう。まあ、相手が上取ってはいるけど、もう一発急所当たっても、当たったらちょっと無理やけど、多分、急所じゃ、確定急所の技ではないと思うんだな。頼むよ。あ、だい、そうそう、たまたまだ急所は、さっきの。さあ、落としてくれ。頼む。落とせ。おい、死んだ。ちょっと、これやばくない？ 2 体寝てるぞ。これちょっとやばいな。悠長でいけるか。こんくらいの HP だったら悠長で削り切ってくれんかな。
相手の方が確実に足早いけど、一発耐える。一発耐えることにかけて。で、ゆうちょさ、いや、でもそうか、特殊か、多分技が。一番驚かすですね。威力ちょ、こっちも低いんか。驚かす。頼む、生きろ生きろ生きろ、ゆうちょ、生きろ。お前、大金星をくれてやる、ここで。生きろ、お前が生き残りさえすれば。あ、弱すぎる。弱い。あと、やばい。これ、最初からポントーとか出してよかった。もう、眠りがやばすぎる。いや、ポントーだな。詐欺師多分一撃で落ちるもんな。いや、これ、一旦耐えて、速攻で起きてくれても、多分どうすって。いやー、まあ、多分、素早さ負けてんだよね、ポントー。上にバレに。だって今、素早さ3段階くらい上がってるでしょ、こいつ。穴を掘るです。速攻起きろ。何それ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 。あー、強いわ。もうめちゃくちゃ。あー、終わった。いやー、これ耐えるわけがない。奇跡が起きる。あとちょっとじゃねえかよ。あと一発だぞ。これ俺が自らウェイニバルに殴りかかるとかダメ。俺自ら殴るみたいな。そういうルールない。また今日落とす。うわ、マジか。もう俺負け、エンディングまで負けることねえだろうと思ったけど、普通に負けた。くっそ、8000円。お前大人が子供から取る額じゃねえぞ、8000円なんて。いや、眠りが良くなさすぎる。いや、あと初動でポントが、シャドボを撃たれて、あ、してか、シャドボをポントで受けたのマジで大失敗すぎる。行くぞ、もう一回。これどこだ？あ、これあれか。格闘のスターダのところか。くっそ、あのクソじじマジ絶対殺してるからな。ちょっと早めの定年退職に追い込んでやるわ。いや、マジか。さあ、もう一回行きましょうか。さあ、二度目はないと教えてやろう。さあ、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。そんじゃ、さよなら。